녕하세요가을입니다はい、ということでプルタックがどうしても食べたくてプルタックを買いに行ったんですけど、はい、そこで、まあ、新発売したらしいこちら見つけたので買ってみました。じゃじゃーん、ジャパゲティマクムラッキです。私も好きなインスタントラーメンの一つなんですけど、そのジャパゲッティからクムラポッキの味が出た、違う、クムラポッキが出たということで、今回はね、買ってみました。じゃーん。で、ラッポッキとかトッポッキとかってやっぱりちょっと辛いから、なんか辛いの本当に苦手な人ってなんかトッポッキ、ラッポッキ食べてみたいとか食べたいけど辛くて食べれないっていう人が結構多いみたいで、このジャパゲッティはね、本当に全然辛くないから、もしこれで私が今レビューで食べて美味しかったらおすすめぜひしたいと思います、はい、じゃあね、まあ、いつも通りちょっと内容物とかを紹介していきたいと思います。カオじゃん、はい、ということでこちらのザパゲッティ、まあ、見方はそんな感じで、こんな感じです。では開けてみたいと思います。おやっぱラッポッキっていうだけあって、じゃん、ラーメンサリー、あ、焦げた、ラーメンサリー、こんなだけ、ラーメン、乾麺と、こちらソース、ジャージャン麺のソース、ジャパゲティのソース、あー、オムコンドゥキ、おでんのね、かや、なんか中身です、具、おでん具、それから最後にじゃーん、トッポッキ。なんかやっぱりラポッキーだからトッポッキーだけのものじゃないから、ちょっと お肉じゃないや、おでんじゃないやお餅の量がちょっと少なめです、まあ、こんな感じでね入ってます。麺、ソース、おでんの具、それからお餅、はい、でこれは調理しなきゃいけないんですけど、まあとりあえず超簡単に言えば、お水沸かしてお餅入れて、具と麺入れて、ソース入れて、もう一回煮て終わりって感じです。はい、ということでね、はい、じゃあ作っていきたいと思います。じゃあまず、お鍋にお水を 400ml 入れて、お餅を入れて沸かします。はい、でね、このお家は、今計量カップがないので 500ml のこれの、まあちょっとこういうぐらいのお水を入れます。クムラポッキだから結構お水多いかも。お餅を入れます。じゃあこちらのお餅を入れて、うわ、はい、じゃあ沸いてきたので、ここにラーメンの麺とあれを入れて3分半、ラーメンの麺とおでんの具を入れます。くんまるこポリセポリオジセよ。あ、これお水入ってないけど、お水捨ててたって、うん、はい、すげえ、なんかジュージュー言うんだけど大丈夫かな。でこれ絶対ここ熱いや、そんなに熱くない。はい、じゃあこんな感じでできたら一回ね、光を止めます。止めたらこちらの、じゃん、ジャパゲッティマソース、クムラポキソースを入れていきます。でで、なんかプルタッポックミョンとかのソースってさ、目が慣れすぎて黒いと辛く見えるんだけど。で、ソースを入れたら中火で1分、そう、中火で1分です。はい、完成です。はい、完成です。はい、ということでね、こちら完成品になります。じゃん、クムラポッキっていう割にはスープがない。なんか鍋にある時は結構スープっていうか、この水感多いなと思ったんだけど、ここやって出してみるとそこまでなんかクムラっていうほどではないのかな。
はい、では食べてみたいと思います。まずトッポッキから、じゃん、いただきます。うん、ジャパゲッティの味、本当にそのまんま。しかもお肉、なんかお餅も状態がいいのかな。うん、すごいもくもく。ジャパゲッティ、でもここ同じか、若干ジャパゲッティよりも濃い感じ、味が。おでんです。なんかこのおでんはなんか韓国の屋台で食べるおでんってよりもなんか日本のはんぺんにちょっと近いかも。お餅と一緒に。一緒に食べた方が美味しい。めっちゃキムチ食べたい。ジャージャー麺って言えばなんかお店ではたくあん出てくるけど、お家でなんかこう出前頼んでジャージャー麺食べるときって絶対キムチの方が合うと私は思ってるの。てか多分韓国人の人もみんな同意してくれると思うけど、で若干ジャパゲティがもともとのジャパゲティの麺の時もそうだけど、やっぱこれだけで食べるとちょっと刺激が足りないっていうか結構飽きちゃう感じの味、うん、だからねよくあのプルタッポックムンと混ぜたりとかして食べるんだけど、これもやっぱりね、まあ、案の定ちょっと若干私も考えはしてたんだけど、やっぱりこれだけで食べるとちょっと飽きちゃうかも。でさっきジャパゲッティとそんなに味変わんないって言ったんだけど、ソースがこれの方がちょっと濃い気がする。クムラトッポッキだから、あのなんちょっと スープトッポッキだからちょっと濃く作ったのかなと思ったけど、結局ね麺を入れると麺が水分吸っちゃって普通のトッポッキになっちゃうんだけど、味は濃いって感じ。ごちそうさまでした。はい、ということでね、まあ、今全部食べたんですけど、量は、はい、量はそんなに多くないです。まあ一人で食べるのはちょっときつい人もいるかもしれないけど、まあそんなにすごい無理ってほどではないです。でも量は多くないんだけど、やっぱちょっと飽きちゃう。
でもその今私これだけ食べたんだけど、これの他にもなんかキムチだったりとか、あと辛いの食べれない人はたくあんだったりとかあれば、まあこう行ったり来たりしながら食べれるかなっていう感じです。で、味自体はジャパゲッティのソースのちょっと濃い版だからね、まあ冒頭にも言ったんですけど、全く辛くないので、トッポッキのお餅とかラッポッキ食べてみたいとか、食べたけど辛くて無理だったっていう人はこのジャパゲッティマットポッキ、あらポッキはおすすめだと思います。で、さっきの見せたようにこう袋詰めになってるので、まあ、勝手にトランク入れて日本全然持って帰れるし、お土産でも使えるだろうし、私はね結構良かったと思います。ただ私みたいな人は辛い味が好きで、こう刺激的な味が好きでっていう人はやっぱり普通のラッポッキがいいかな。でも全然お餅の状態も良かったし、特に不満はないです。特に不満はないけど、めっちゃ美味しいわけでもないですぶっちゃけ、まあ、ジャパゲッティの味が好きな人は本当にそのままの味なんでいいと思います。はい、なんかもうこれ以上言うことないんだけど、どうしよう。なんかこうジャパゲッティからすごい違うわけでもないし、なんかそのジャパゲッティ自体がさすごい美味しいわけでもないからさ、なんかこう魅力なんてなんかよくわからんわ。まあそんな感じで今回はね、新商品のジャパゲッティマックムルトポッキラポッキだ、ジャパゲッティマックムルラポッキの紹介でした。で、まあ私がねマート好きって言ってたんですけど、イーマート、ロッテマート、ホンプラス、韓国のいろんなマートがあるんですけれども、ちなみに昨日の夜はこれ食べましたこれね、もともと990円だったのが 20% オフで792円、このチキン、はい、それでは今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。あと概要欄にもいろいろ私の独り言なりなんなりいろいろ書いてありますので、概要欄のチェックもお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。